っていうとね、新潟市にいます。新潟市の中でピアバンダイってところにいますね。ピアバンダイってところにいて、まあ魚市場とかね、野菜市、八百屋さんが野菜市場になってます。まあ、他にもね、飲食店なんかがあるんで、ぜひここは来ていただきたいところです。なかなか洒落てる感じです。今日今夜になっちゃったんだけどね、6時。で、向こうが野菜で、こっちは肉です。ミートマーケットで、向こうがフィッシュマーケットで魚。修士、胸に宗教の宗にね、次で修士。ここも結構なんかあれでガイドブックで紹介されてるとこっすね。だからチャーハンも、チャーハンこういうとチャーハン美味しいのかな。でこれがサド弁慶っていうね、回転寿司屋です。いろいろとあります。140円皿から750円の皿までありますね。のどくろ、のどくろがね、やっぱり有名ですから、のどくろいいんじゃないかな。520円か、まあ、こんな感じですね。佐野さんのコシヒカリか、佐野さんの事業中心になります。でこれ港食堂か、海鮮丼、新潟港の海鮮の1200円安いな。まあ他にも刺身定食とかね、これ結構お手頃だよね。何時まで？9時までか。創業明治37年新潟の専用の。明治37年に創業ということで、新潟鮮魚問屋港食堂というのが入ります。割と安く海鮮丼が食べれるんでね、ちょっと今これ見るとここのところ1200円で新潟港の海鮮丼ということで、当店自慢ね。これ安いな。ああ海鮮総会9時までやって、お昼が11時から15時で、夜が17時から21時までです。であとは刺身定食とか、他にも海鮮丼あったりとか鍋とかもあったりするんで、まあ自分の好み合わせて食べる。今こんな感じで海鮮丼出てきました。すごいね、これで1200円だったら安いよね。マグロ一緒生ってなってましたし、であとタコとか、サーモン、これなんだろう、なんかブリじゃない、ブリかなこれ、ブリで作る。であと味噌汁、漁師汁に変えるとプラス200円だそうです。1320円か、1200円プラス税金だったら1320円だと安かったですね。で、従業員の質も良かったんで、まあ、ここのところね、ピアバンダイにあるところということで、他にもいくつか店舗があるんでね、回転寿司のところも気になったんだけど、まあどうしようかなと思って、そしたらたまたま覗いたら海鮮丼の方だったんで、まあ、少し安かったらこっちの方がいいかなと思って、しました。ということで、ここ回転寿司もあるんでね、結構いい感じのね、両方お勧めしたいと思います。ラーメン屋もね、なんか、修士ってところもね、ガイドブック載ってましたけど、いろいろおすすめのところあります。